商品説明をするのが商談ではない。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いいたします。商談で必ずやらなければいけないことは、困りごとや課題をヒアリングした後、それらを解決できる自社商品サービスを提案することです。これをやらない限り売上にはなりません。問題はどれだけ自社商品やサービスを魅力的に表現する、そして伝える、提案するか、これが一番の問題です。そこで今日は提案プレゼンテーションについて分かりやすく解説します。ここだけの話ですが、実は過去に 2,3 回提案する商品やサービスがなく、粘った末に撤退したことがあります。なんとも情けない話ですが、長い営業マン人生、そんな経験をしたことがある営業マンも多いことでしょう。自社商品やサービスを提案するとき、一番重要なこと、それはいかにして説得力のある提案ができるかです。下手をすると単なる商品説明に終始する可能性が高い。そんな営業マンにおすすめなのが、説得力が高まり手軽にできるプレゼンテーション手法、プレップ法です。プレップ法とは、1個目がポイント、これは主張です。2つ目リーズン、こちらは理由。3つ目がエグザンプル、これは事例。そして4つ目が最初と同じポイント、これは再び主張する。要はこの順番にプレゼンを行う、話の構成をこの順番に行う、これらの頭文字、頭文字を取ったのがプレップ法のネーミングの由来です。わかりやすい例でプレップ法を紹介しましょう。健康を維持したいという顧客の課題を解決する商品がバナナだという設定でプレップ法のトークスクリプトを作ってみました。まずはポイント、主張です。〇〇様の健康を維持する食べ物としてバナナをおすすめします。バナナは健康的なライフスタイルに欠かせないフルーツです。これがポイントになります。いきなり結論を言っています。〇〇様におすすめするのはバナナだと伝えているわけです。次がリーズン、こちらは理由になります。バナナをおすすめする理由は3つあります。一つ目として、バナナは栄養豊富な健康食品です。特にビタミン、ミネラル、植物繊維が豊富に含まれています。消化が活発になり、胃の不快感を和らげることにも、効果があります。二つ目として、バナナはすぐにエネルギーに変換される炭水化物を豊富に含んでいます。〇〇様はハードなお仕事をされているので、迅速にエネルギーに変換する食べ物が最適です。またいつでもどこでも手軽に食べられるのもバナナをおすすめするポイントです。3つ目として、バナナに含まれるカリウムは心臓の健康を維持する重要なミネラルです。バナナ1本には約 400mg のカリウムが含まれており、血圧を下げる効果もあります。これがリーズンです。そして3つ目のエグザンプル、こちらは事例。アスリートはトレーニングや試合の前にバナナを食べることで迅速かつ持続的なエネルギーを補給しています。また午後の低血糖を感じた時のスナックとしても最適なので、アスリートにとても人気です。そして最後4つ目のポイント、再び主張します。このようにバナナは日常生活で簡単に取り入れることができます。普段忙しく過ごしている〇〇様の健康維持を手軽にできる健康食品としてバナナは最適です。こんな感じになりますね。ポイント、こちらはバナナを勧める理由、これ3つ言いました。理由が1個では訴求力に欠けます。理由が2つでもなんかね、中途半端な感じなんです。ところが理由が3つ揃うと、なんとなくこの商品がベストだという気持ちになってくるから不思議なんです。
また日本人が3という数字を好きだということもありますが、これは数字のマジックだと言っても間違いないでしょう。今日は知っている人は多くいるが意外とできていないプレップ法を紹介しました。この提案法をぜひですね、商談に活用してください。今日の話が役に立ったという方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって、私長谷川が様々な視点から役に立つ情報を収集分析して週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会に登録をよろしくお願いいたします。